おはようございます。おはようございます。毎月牛久沼いよいよ12回目最終回ですね。そうですね、最終回で、まあ、この間は結構良かったんで、はい、あの時の動画を、まあ、皆さんここに出てると思うので見てもらえればどんな釣りしてるかっていうのも分かると思う。いやでも山田さん、いよいよ最終回ですけど。そうですね。どうします？ちょ、毎回魚を触れたんで12ヶ月間、はい、やれることはやったかなと思うんで、はい、そうですね、まあ、今日最後に一応形になる魚をね釣って締めたいと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。まあ、一応桜も咲いてるんで、はい、まあ、人生の春休みチャンネル。これがまたノーフィッシュノーランで言ったら、人生の冬休みチャンネルに書いてあるため。そうですね。そうですね。なんか似たようなチャンネルもあるみたいですけど。人生の夏休みチャンネルとか。そうですね。なんかまあこの辺に載せとけばいいんじゃないかな。真似されてる感じがあるね。あっちが後の。こっちが先。こっちが人生の春休みチャンネルの方が先なんです。人生の春休みチャンネルを、ね、毎月、はい、毎月牛久沼。コンクルージョン。コンクルージョン。コンクルージョン。なんでちょっと今日もややこしくなってきました。はい、はい、まあよろしくお願いします。お願いします。はい。みたいなね。牛久に限ってこれはないはないんだよ。これはこの日が昇った時間のこれだと思うんだよね。今日こういうやつだと。はい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 。風がないのに溜まってる場所、はい、風があってできた溜まりはなんかダメな気がするけど、はい、ダムはそれ釣れるじゃん、風で寄ったやつ、はい、しくは風で無理やり叩きつけられてるとほんと釣れないなと思って。あ、そうですか。結局そこにあの悪玉菌が凝縮しちゃうんじゃないな。なるほど。あの白ガキが、はい、前と違うのがなんかね、あと、はい、シェイクが必要になった気がする。あ、そうですか。落ちてフンっていうのがない。あんまりなんか動かしてて食う。スーさんと行った時に釣った55も超ロングシェイクだった。これ坂本ちゃん釣ったやつもシェイクだったな。下落ちて、まあロングシェイクってことはないけど、なんかこうその動かしてやんないと。前はもう落ちてスーだったじゃん、はいはい、あれないよね。プレッシャーすか、ね、みんなすぐピックアップすっからじゃない。余計そう、まあ、プレッシャーっていうか、うん、その動きにもそう、これはやめとこうと。だんだん牛久ってやっぱりちょっとイージーになりましたね。ちょっと釣れすぎだよな。ちょっと、うん、なんか物足りない感じになってきましたね。そうだね。さっきなんてスピナベぶら下げてるだけで食ってきたからね。そうですね、うん、あとはまあ3キロだけ夕方までに触れればまあそうだね。今日はまあこんだけ数出ちゃうとやっぱちょっと狙い行きづらいよね。、うん、ちょっと結構狙ってますけど、ね、当たり欲しくなっちゃうじゃん、はい、釣れてる時、はい、だから俺春嫌いなんだよ。釣れすぎるし魚がもう全然釣れてないんだよ。山田さんが異常に釣り行ってる説はいろんなところで方々で噂から流れますからね。さすがにでもね、3月後半はねさすがにちょっと仕事に邁進したんです。ダメだと思う。これはもうね、あの釣りに行くと疲れないんだけど仕事すると疲れちゃってなんかもう、そうですね。そうもうボートが2隻同時に来ただけで怖いって思う。前はもう奇跡とか鳴らしてたんだけど。
早くベルサート出ねえかな。ベルサートって何？あのアフの新しい安いベイあシリーズ。ベルサート欲しいんですよ。値段帯いくらぐらいの？2万ちょいとかだと思う。あ、ガイドが SICS でブランクが適当に良くて、うん、グリップ嫌いじゃない竿が欲しいなって思うとそれしかない。はあ、はあははあ、あーなるほどね。まあ、まあ、トルサイズは間違いはないんですけど、うん、SICS せっかく出たからちょっとどんな感じか買ってみたいし、ブルーは好きですけどね。これとかもトルサイズですけど、うん、全体にやっぱ軽くなるから、うん、こういう一日やるには、ね、打ち倒すぞって時はやっぱり最終的に疲労感全然違う感じがしますけど、うん、いや俺今持ってるライギョロットの中で一番高いやつがゼントルサイトなんです。はい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 、すげえ軽いのよ。はいはいはい、だけどやっぱあの糸なりがするんだよね、ピークっぽい。あ、はい、すげえんだよ。あ、うん、まあ、まあ、糸が太いから余計するだけだけど、うん、ただこの糸なりだけなくなったらすげえいいんだけどな、うん、まあ、水中に伝わる釣りじゃねえから何の問題もないんだけど、ただ耳障りなだけで、うん、本当にいいなと思うけど、すごい、でもう5年ぐらい前だから結構トルザイト出てすぐに、そうですね、5年前だと、うん、採用されて、もう当時6万7000円かなんかで買って、はいはい、まあでも一回トルザイトっていうものを行ってみようと思って、それを なぜか間違ってライギョロットで行くっていう、はい、一番いらねえんじゃねえかっていうジャンルで行ったんだけど、もう軽いよ、シャキッとしてるし、竿をシャキッとさせるんだったらやっぱいいですよね。いいよ、もうそのために。そう、でも逆にその正月に教えてもらった、うん、あの松本さんの箕面の釣りとかだったら、うん、そのあーそうだね、 SICS とかでもうちょっとその張りのあるブランクをグイッと曲げてっていう感じにしてみても面白いのかな。わざとガイドでね、はい、うん、ロードランナーとかの、うん、5本目から遠いね。はい、ちょっとね、入れ替えたいけどね。そろそろ入れ替えの時間なんですけど。そう、あの1100ってやつ入れ替えたい、俺は。そうですね。うん、下が1100ですからね、今。そうだね。一応。まあ、今日放流込みだから7本ルールなんだけど。はい。ライギョとミックスバックでね。はい。まだちょっと。と水温が足りてないですね。足りてない。俺に言わせると、田中クラスの人間から見たら、はい、足りてない。はい。ズバリそこです。はい。だから3キロが食わない。ああ。はい。だから田中ちっちゃいのしか釣れてないもんね、まだね。そうですね。52とか3とかのね。小豚だよ。クオリティ違うじゃないですか、このレイクは。そうだね。種類が違うから。はい。フロリダ入ってんで、うん、いや違うよ、あのスモール、はい、ラージ、はい、スポッツっているじゃん、はい、これもガボッツだね。ガボッツってなんですか。ガボッツってなんですか。ガボッツ、ガボッツっていうのがいる。そう、ガボッツ。ガボッツはやばい。ヒュスとインバルはガボッツ。やばい。なんでガボッツのやつなんすか今日。言っていいじゃないか、笑っちゃう。いや、いや、俺知らない世界だったんで。え、マジで俺、ノーザンかフロリダかとか。そうだね。だから、ラージ、スモール、スポッツ、ガボッツ。ガボッツいたんすね。ガボッツまだ釣ったことないの？俺、いや、わかんない。見分けがついてないだから。そうだ、田中までちょっとわかんないからな。結構、田中はそうだよね、はい、あのハワイでねあれとかも釣ったけど、ピーコックとかも、ピーコック、はい、まだガボッツは釣ってないっていう。ガボッツはそうだね、混じってたらいいなっていう過去の見返して。ガボッツはね2年魚と3年魚の間で1回手足が生えてくる。それそれ最終的にはなくなるよ。
いやいやいや、それが退化してこう胸びれになるから、はい、そう、それブラックなんですか。え、だからガボツブラックとかじゃないおお、俺だからガボツをずっと狙ってるんだけど、はい、ね、通りでなんかおかしいなと思ってたんですけど、なんか俺と数字が違うなと思って投げてるラインの。そうでしょ、はい、でもネスト作るときにもう手で作るからこれですね、貨物は石とかも自分で集めてきて、はい、ギルとか入ってくるじゃん。したの、え、穴ハゼみたいに、じゃあもしかしてチンコ出しみたいになってたりする。あ、そうだ、あの生殖器ね、はい、生殖器はガボツすごい、あれ、はい、それがガボツの由来だから。それブラックバスみたいな形になるんですか。え、ブラックバス最終的に、いや、だから最後は分かんない、 みんなあの分かってないから、まだ、はい、あの形は最終的に50超えてくるともう普通のラージと同じ形になる、はい、擬態だね、はい分かんないように。勉強になったな今日。ちょっとシクトインバーにしかいない。暴走ではじゃあまだ未確認。ああ、そうだね、あれはもうラージを釣ってる人たちのダムだから、はい、今日ガボ釣れますかね。そうだね、一応、ね、春だからね、はあ、まだちょっと手が生えてるやつ個体はしたことない、ね、うん、それはリリースですよね、やっぱ見なかったことしないと。いや、握手はする握手するんですか、うん、それはそうでしょうか。はい、そうですね、それはそうしようだって、手ついてる、そう思います。だってよくほら、卵を逃がすときありがとうとか言うじゃない。言いますね。そう、手ついてるのが悪しいでしょなんでそんな笑ってんの。いやいやいや、なんで全然、いやいや、全然バカにしてるわけじゃないです。なんでってのが分かんない。いやいやいや、ガボつけれねえかなと思ってる。はい、え、じゃあもう JB だと多分ね、はい、あの、あいつらほら細けえじゃん、いろいろさ、ルールだから、はい、だから多分ダメって言われると思う、ね、ガボツはガボツだなってノーカウント、そう、ナイスガボツですっていう、はい、オールスターだとだからありだよね、はい、うん、オールスターでは、オールスターだとほら、あれほら若干インバス池に入れるじゃん、あれ。そうですね、霞戦の時は、はい、だからそういう時はもう、あ、ガボツありだなって。要件があの証言外に固執したのは多分ガボツ狙ってんじゃないか。ああ言われてみれば。そうだね。ああ、はい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 。いや、でも全部つながりますね、そうなってくると。そうだね、あ、そっかそっかそっかっていう。大体ね、48くらいからそのラージと同じ形になって、50超えると、はい、51センチで8キロぐらいある。え、じゃあ小森さんがあの優勝した時とかあのカリフォルニアロールで狙ってたら全部ガボツ。ガボツね、あれ釣れてないだけで、はい、ゲドでラージが釣れてるけど、はい、あ、まあガボツ狙ってんなと思ってまたガボツかと。ホントっすか。うん、いや、それは聞いてみ、マジで。いや、それはマジでこれなんだ。いや、多分それ以上はダメです。やばいな、なんかやばい。50アップで8キロぐらいあるから。はい。50アップで8キロ8キロあるから。からそれ、形おかしくないですか。いやいや、実際、中が重いのが入ってるから。骨がね。50センチで。骨が重いから。8キロ。うん、はいはいはい。すげえだな。バッテリーみたいですね。そうだね。そうだね。下駄用のバッテリーぐらいの。あまり、うん。そうだね。骨が。AC デルコみたいな。そうだね。骨がちょっと金属に近い。感じになる。それでも釣ったら勝てますよね。そうだね。あ、でそれ2匹釣ったらもう完璧に優勝するんだ。で山田さんそこを狙って今打ってる感じですよね。そうだね、うん、でタモとか破れるからマジ気をつけて。タモ破かれるんですか、うん、いやだから8キロあるから。あ、タモ引きちぎられそうですね、ちょっとなんか、うん、ちゃんとしたの使わないと。俺前回の高滝戦で運んでる最中にバキってなって見たら玉が折れてたんで何してる最中に。いや、なんかいろいろまとめて持って、うん、ってあの上の駐車場までも手で持ってっちゃえと思っていろいろガサッて持って運んでたら玉が折れたの。バキってなって嫌なところからもう
俺ってもう再起不能になった。ちょっとじゃあすぐ。はい。再起不能になったと。面白くないだろ、お前しか笑わねえぞ。まさか、大体全部嘘ですから。12ヶ月やってないし。うん、そうだね。夏休みチャンネルより後だし。コンクルージョンって叫んでるし。朝家出るときに近所の自家用タクシーやってるおじさんがいて、よく魚あげたりするんだけど、はい、その人たちゴルフが好きでよく朝バッティングするんだよ。よくとかたまに向こうはゴルフの用意してて、はい、俺は釣りの用意して荷物積み込む。そんなに竿いるの？釣りってそんな竿いるの？って言うから、いや俺より何本も持ってんでしょっつって。パターとサンドウェッジとピッチングウェッジとアイアン5本ぐらいとドライバーとってあるでしょ。少なく見積もっても5本以上あなたは必要でしょ。それと変わんないですよ。うまいこと言うなーとか言って、いやいやむしろあんたの方が多いよ。ランボーは3でもなく1とかなく、1とかは哲学だから。そうっすね、1はあれ無茶ですよね。はい、だからあのコースでフレーフレーフレーって洗ってるシーンとかはもう尋常じゃないよ。何なんですか。7月4日に呼ばれたとかより闇深い。そうっすよね、ランボーランボーはちょっと闇深いっすよね。フレーのシーターっていうヒュークが大好きな。それオープンカーにブロンドローナーを何にも向けて街を走ってやるって言ってたんだ。これなのに内臓が飛び出しちまって、何度戻しても出てきちまうから。そうです。最後に言ったんだ、母ちゃんにだけはよろしく頼むって。超うまいんですけど。あれが俺は大好き。あれが一番好きなんですよ。まあ、戦時大発祥だと思うんですよ。そうですね、わかります。お疲れ様でした。お疲れ様です。一応12ヶ月間牛久を毎月牛久としてやってきたんですけど、まあ、最終回の今日3月は、まあ、残念ながらノーフィッシュに終わるんです。まあ、同時に、まあ、人生の春休みチャンネルの方も、まあ、今日で最終回と。いや残念ですね。残念ですね。もう続けていきたかったんですけど、惜しまれつつもという流れですけど、そうですね。まあ、今日釣れれば続編もあったんですけど、はい、まあ、今後はまたこの釣れない牛久に来ますよ、もう。はい、まあ、しょうがないですよ、もう。いや3月の最後のタイミングで大潮も重なってポカポカ陽気で、いや釣れるっしょでしたけどね、東証法下手なんだよね。下手なんだと思いますね。さすが牛久だね。人食そうだね、人食い沼。牛久沼、はい、まあ、なんか機嫌が悪いときは、はい、機嫌が悪いときの対処法がわからない。また今日ちょっと吉野家さんで今ラーメンも美味しくいただいて、はい、はい、牛久沼といえば吉野家で定食食べてパワーつけてっていう流れですから、まあ、タンメンと、はい、もつ煮込み定食おすすめです、ね、はい、またちょっと新シリーズが始まるかもしれませんので、はい、人生の、まあ、ゴールデンウィークチャンネル、はい、それに向けてちょっとやっていきたいと思います、はい、はい、じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。